イギリス空軍第25飛行隊のグロスターグリーブ1926年10月2機のグリーブが飛行船から発進した。グロスターグリーブは1923年から運用が始まり、第一次世界大戦終了後のイギリス空軍の最初の戦闘機となった航空機である実験機で後に練習機になったグロスターグルースから発展した。 1923年にグロスターエアクラフトは研究機、高等練習機のグロスターグルースの2機の製造を行った。航空省はジャガー3エンジンを搭載した戦闘機の試作機3機を発注し、ジャガー4エンジンを搭載した生産型がグリーブ4として生産が開始された。構造はグルースと同じく短座の服用機で木製でハフバリの構造で、 ビッカース機準2丁で武装した。第一次世界大戦期の戦闘機と比べて最大速度が進歩し、時速 261km を達成し、改造機はイギリスの速度記録時速 321km を達成した。1923年10月にイギリス111スコードロンに配備され、翼のフラッターに悩まされたので、ウィングストラットが追加された。 副座の練習機を含めて133機のグリープが生産され、4機がマーク2であった。1929年にイギリス空軍を退役した。後継機はグリーブから発展したグロスターゲームコックなどであった。2機のグリープが改造され、飛行船 R33 から発進するパラサイトファイターの実験が行われた。ヘンリー・ウィグラムが1機をニュージーランドに寄贈し、 さらに2機がニュージーランド空軍の前身であるニュージーランドパーマネントエアフォースによって購入され1928年3月から運用が開始され1938年の半ばまで10年間運用された2機は1943年から1944年まで訓練用の機体として用いられたグラスターグレーベ通性の武装ありがとうございます